and gentlemen, boys and girls, welcome to our showtime. Allow us to introduce ourselves. We are Story Girls, a dance performance group of girls, our seven talented and specialized girls. Anya Shinomiya, Yume Otoha.Get down!
も左もわからないけど発見ばかりなんだよね。確かだけど信じているよ。
しゃみずとずと医者にあたろうねさよりと緑のベリーズコレクションにおいでおいで夢のようなショータイム眩しいくらいのランウェイ目を離さないでね解放しちゃっていいよレッダー色に染まれ世界動かせ絶対スペシャリティガどうしたって好きなんだ Oh yeah yeah クラップいくようざいバイトの上司も君に話すネタになるそれならまあいいかちょっと飛ばしすぎかもな時折思うけどまあなんなんなんとまだ好き好き好きでしょそんなのにおっさんそんな中傷君に目がハートになる女の子だみんなの人生で一番でっかい声聞かせてください。よ
イエーイ。はい、白色担当青井夏葉です。今日はみんなで一緒に幸せになりましょう。お願いします。夏葉。はい、ピンク色担当月並みです。今日はみんなのことを目に焼き付けて帰りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、キコキャンディーです。今日は一生分のときめきを届けるので受け取ってくださいね。よろしくお願いします。イエーイ。キコ。はい、青色担当里中陸です。今日は 100% のパフォーマンスをするので 100% でぶつかってきてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、紫色担当篠宮さんやです。今日はダンス番長らしくバチバチにかましていきたいと思うのでぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、須賀の緑色担当ゆめちかと音羽ゆめです。今日は皆さん最後まで一緒に須賀のエンターテインメントを私たちと一緒に楽しみましょう。そしてゆめちのラブラブビームにやられちゃってください。ビーム。改めましてストロベリーガールズサードアニバーサリーライブにお越しいただき本当にありがとうございます。平日の夜にもかかわらずこんなにたくさんの方が、集まってくれて本当に本当に嬉しいです。ストロベリーガールズは今年の3月に新体制になりました。そして初めて迎える周年ライブなんですけれども、今日でストガは解散します。最後までストガらしいライブを楽しんでいってくれたら嬉しいです。それでは皆さん立つ準備大丈夫ですか？大丈夫ですか？行けますか？屈伸とかしとく？鍵盤は大丈夫ですか？大丈夫です。キコちゃん念入りにね念入りに行きましょう。念入りに行きましょう。それでは次の曲に行きたいと思います。聴いてください。メイデンゼーデン。
確かと不確かなアドベンチャー、アラの日乗りこなし踊る海ダイブ、半端な覚悟と興味本位の気持ちで結末は翻るの、何度首を振っても揺らくに抗えずに手のひらの上、エンドロールの中楽園の片道キープはその手にまだあるでしょう、カウントダウンもすぐ先、何と呼ばれた果実を求めてさあ迷う、出せ出せ交わったエゴイズム、われわれしてたんだ毎日ダディドディ、欲張
曲のどこ一番なんじゃ。飲み出し合いそれで構わないけど私は楽しませる自信あるの。どうやったってお互いが生きがいなんだから。全員一番何でもいいから私を見てなさい。もう何でもいいから好きでいなさいね。口を開け僕ばかり何しに来てんの。いつも好きなくせにさ面倒なこと全部投げ出して、そんなもんに見舞う回だからこそ
ち道を選んでいるかな。ありきたりなら大胆に、でも踏み外さないよ慎重に。物語は終わらないよ、その光も忘れないように。広げて進もう、まだ見ぬ景色、僕らのジャーニー。願う
鼓動を重ね合って、もう心は揺るがない、そう言い聞かせて秘める証。一瞬の後悔を後悔の中で希望に変えよう。笑おう、この旅の未来を未来を君と行こう。この長い旅を続けよう。登った立ち止まらない、踏み出すんだ。
私たちはそれぞれ別の道の夢に向かって走り続けます。みんなが前を向いて生きていけるように今日背中を押させてください。トワイライトメモリー。ぬるい潮風を浴びて手をつないで歩いてた。どこまでも続く海沿いも伸びる二つのシルエット。気づけば君の背中はずっと先を歩いてた。オレンジの空が落ちてきて君を見失いそうだ。僕らの未来は同じ景色なのか。失いたくないよ夢中で駆け出した。好きな誰かのために生きるなら後戻りなんかできなくてもいい。少しつまずいて立ち止まっても進むことをやめなきゃいい。君が夢に向かって走るから僕も前を向いて生きていける。だから今日ずつお話しさせていただきたいと思います。はい、里中陸です。正直8人でもっといろんな景色を見たかったけど、今ではこんな経験ができてみんなに出会えて本当にストガに入れてよかったなってすごく思います。迎え入れてくれて本当にありがとうございました。来てくれて本当にありがとうございました。はい、音はゆめです。ずっとずっと大好きだったけど、人生の中で諦めていたアイドルになることができて、そして皆さんと出会えることができて本当に夢のような時間でした。
で、だってみんなと一緒に思い出を作りたかったけど、本当は本当に本当に何よりストロベリーガールズのことが大好きでした。夢のこと忘れないでいてくれたら嬉しいです。たくさんの愛をありがとうございました。はい、キカキャンディーです。3年間本当にあっという間で、なんだか長い夢を見ているようなそんな気分でした。明日が来たらこの夢は覚めてしまうけど、素敵な思い出として心の中にしまっておいて、明日からの生きる糧にしたいと思います。これから一緒に未来を作ることはできなくなってしまったけど、ストロベリーガールズの音楽はずっとこの世界に残り続けるので、これから先の未来も皆さんの日常を彩れるようなそんな存在で居続けられたら嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、篠宮紗彩です。デビューする3年前、決まっていた道をやめてこのストガに入る道を選んだ自分の人生は本当に大正解になったと思います。ストガはアイドル界で唯一無二の存在だったと胸を張って言うことができます。そんなグループで私はアイドルでデビューすることができて本当に嬉しいです。幸せです。これから先の未来もみんなの心の中でストガがずっと輝き続けていてほしいなって思います。本日は本当にありがとうございました。はい、月並みです。誰かの支えになりたいと思って始めたアイドルもがむしゃらに走り続けて今日で3年です。こんなに頑張れたのはあなたがいてくれたからで、本当に支えてくれていたのは、支えてもらってたのは私の方でした。今日はストロベリーガールズのライブを選んできてくれて本当にありがとう。ずっとずっとストガのことを忘れないでください。ありがとうございました。はい、青い夏葉です。誰かの頑張れる理由になりたくて、メイドからアイドルの道に3年前進みました。少しはみんなの支えになれてたらすごく嬉しいです。今日でストガは終わってしまうけど、心の中にストガと青い夏葉という存在が少しでも居続けていてくれたら私はすごく嬉しいです。ストガでいられて幸せでした。ありがとうございました。はい、高梨結衣です。この8人だからできる、ストロベリーガールズだからできるパフォーマンスを、エンターテインメントを突き詰めたこの3年間は人生で一番楽しかったです。本当はこの8人で武道館に立ちたかったです。でもこんなにたくさんあるアイドルの中からストロベリーガールズを見つけて好きになってくれて本当にありがとうございました。みんながいたからゆいは無敵のアイドルでいられました。本日は本当にありがとうございました。はい、山田すずです。ストガでは2回目のアイドルとしてデビューさせていただいたんですけども、そこでセンターという大事な役割を任せていただいて、本当に嬉しかったし、このステージから見る景色が本当に大好きでした。何回も大阪帰りたいって思ったこといっぱいあったけど、でも帰らずに今日ここでこのステージに立てて本当に嬉しいです。そして大好きなメンバーとスタッフさんと、そしてファンの皆さんがいてくれたから、私はアイドルで居続けることができました。本当にありがとうございました。最高に幸せでした。ありがとうございます。はい、というわけでみんなの気持ちをお話しさせていただいたんですけども、私たちの気持ちが伝わっていたらとてもとても嬉しいです。そしてですね、早いもので次が最後の曲になります。皆さん立ち上がってください。嫌よな、わかる。でも最後まで一つになってみんなと一緒に踊りたいので、ぜひ皆さん、一緒に私たちとの時間を楽しみましょう。それでは最後の曲に行きたいと思います。それでは一緒に踊ってください。聴いてください、ブルーム。どこまでも前へ、どこまでも前へ、何度でも立ち上がればいいだけさ。
きっかけのストーリー地図を広げてあなたの旅立ちならスタンバイクスを鳴らそう夏どっちだっけ？なんかこっちですか？あ、私こっちだ。こっち。
合ってるよね。1列でいきますか、2列の方で。時と場合で変わるんですよ、結構。1列で。1列ちょっとギュッとやって。ギュッて、ギュッて、もっともっと。なんでだな。滑ったよね。泣いてんだよね。ゆいちゃんいつも滑るんです。最後の滑りでしょ、今の。やだよ。で皆さん、可愛い顔で写ってくださいね。いっぱいいっぱいペンライトとか見えるとね。みんなのポーズはどうする？ね、みんなイチゴ、イチゴ、できるじゃないですか？できる？バッチリですね、うん。親指が下ですよ。はい。じゃあスズが言う。うん。それでいきます。はいチーズ。もう一枚。はいチーズ。もう一枚、はいチーズ、ラスト、はいチーズ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。やばい、立てない。ちょっとさ、立ち上がるの結構大変だよね。スカート長くて踏んじゃいそう。ゆめちゃん大丈夫？ありがとう、ありがとう。はい、というわけで、皆さん、改めまして本日はストロベリーガールズサードアニバーサリーライブにお越しいただきありがとうございました。それでは以上、私たちストロベリーガールズでした。ありがとうございました。ありがとう。
大事にたくさん愛してくれたら嬉しいです。はいはい、ありがとうございます。かわいいね。それでは皆さん、アンコールをいただいたということで、もっともっとみんなで楽しんでいきたいんですけど、みんなもっともっと声出せますか？イエーイ！踊れますか？イエーイ！もっと楽しくいけますか？イエーイ！泣き虫だって誰かのために強くなりたいんだ。精一杯大冒険なんだ。行こう。想像
別のもんはなんだっけって見失って自分で全部やろうとしないでいいんだよ。何のために僕らそばにいるの。悪いとこもいいところも誰かと比べるも意味はないんだ。目いっぱい大冒険なんだ。行こう。大丈夫、君は一人じゃない。大丈夫、君は一人じゃない。手挙げて。頂上を越えた天界に足がすぐ
はストロベリーガールズサードアニバーサリーライブにお越しいただきありがとうございました。皆さん楽しかったですか？イエーイ。ありがとうございます。この先も笑顔が一番なので、この先もずっとずっと皆さんが笑顔でいることを私たちは心の底から願っています。本当にストガを見つけてくれて、そしてこんなにも愛してくれて、本当に本当にありがとうございました。それでは以上、私たちストロベリーガールズでした。ありがとうございました。ありがとう。ラスト、この曲を、最後8人で、披露させていただきます。ずっとずっと味方でいてくれてありがとう。私たちもこの先もずっと君の味方です。それでは聴いてください、ストロベリーガールズ。ドキドキ止まらない、夢とか希望を全部詰め込んで、君のハートまで走るよ。小さなこの手で掴むんだ、絶対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 で、ため息止まらない、転んで傷ついてもへちゃらって笑ってみるけど、辛いな、泣きたい時は君の笑顔いっぱいいっぱいいっぱい
だね。終わってしまった。終わってしまった。じゃあもう一回さ。写真もう一回撮らない？撮りたい。撮りたい。皆さん写真撮ってもいいですか？やった。思い出いっぱい。思い出いっぱい。ひこちゃんどうですか？大丈夫？はっきり大丈夫？大丈夫？見てる見てる本当に。え、でも頑張ったよ、本当に。やりきったよ。8年で最後までステージ立てた。すごい。ね、2周年の時はね、そうそう、アンコールから、そう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 、で出演してくれたっていうのがあるから、よかった。みんなでね、伸ばして伸ばしてね。伸ばして伸ばして。あんまり見えないステージ。本当に体育会系スタイルよ。おっしゃ、撮りましょう。はい、このままでいいかな。うん。え、動画撮りたい。あ、動画回してほしい。あ、回してくれてる。回ってくれる。マイクね。よいしょ、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 よいしょ。はい、それでは行きますよ。皆さん、可愛い顔してくださいね。ソガポーズしよう、メンバー。ソガポーズ。みんなも、おー、してた。それでは行きます。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。ラストは、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうよし、みんなの声さ、うん、残しておかない？え、確かに。残しておく。みんなにさ、うん、叫んでもらおうよ。なんて叫んでもらおう。人が最高とか。何がいいかな。え、人が可愛いとか。ここに来て、可愛いって言われない。大好きがいいじゃない。大好きがいいか。大丈夫かな。大好きがいい。なんか教育番組みたいになる。言わされてる感出さないでください、ね。大好きとか言っちゃダメ。言ってくれますか？じゃあストが、ストロベリーガールズが大好きーって。おー、いいね。お願いします。いいね。じゃあいきますよ。ストロベリーガールズが大好きー。ありがとう。大好きで嬉しいね。嬉しい、嬉しい。大好きって言われたいもん、ずっと。いっぱい言われたい。よし。ね、みんなからの大好きで100年は生きれます、うん、長生き。はい、ということで改めまして、本日はストロベリーガールズサードアニバーサリーライブにお越しいただきありがとうございました。ストガの歴史はここで終わってしまうんですけども、ずっとずっと皆さんの心の中で生き続けると思うので、皆さん私たちのことを絶対に忘れないでください。約束してくれますか？ありがとうございます。本当に本当に楽しい3年間でした。皆さんの幸せを心から願っています。たくさん愛してくれてありがとうございました。それでは最後にみんなで言いましょう。それでは以上、私たちストロベリーガールズでした。ありがとうございました。帰りたくない。ありがとう。ありがとう。え、みんなでさ、こっちから帰ろうよ。はい、するする。ありがとう。ありがとう。ありがとう。出会ってくれて。ありがとう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 。じゃあこっち。すごい。うわーって聞こえた。ありがとうございます。ありがとう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 。いっぱい聞こえる。ありがとう。後ろの方も見えてますよ。ありがとう。ありがとう。では、こちらもありがとう。ありがとう。みんな笑って笑って、ニコニコ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。奥まで見えてるよ。
とう。どうしよう、どうやって、みんなで、うん、ありがとうございました。じゃあしよう、うん、みんなで、じゃあ地声でいく。あ、行こう。あ、じゃあしよう。あ、せーの、ありがとうございます。あ、手あげる、うん、手あげる。あ、言っちゃったみんなで手つなごうよ。つないでるんだよ、もうこっちは本当に本当にありがとうございました。